Hadouken!
Yeah!
Like that.
Yeah.
Yeah.
Larin. Yeah!
Jamaica. はい、それでは四季の細道始めていきますので、あ、ちょうど終わったみたいですのでね、そちらで行いますのでよろしくお願いいたします。第137回四季の細道、9月27日始めていこうと思います。あ、申し遅れました、ハクです、よろしくお願いします。ですね、1回戦目がセロさんとカーシムさんなんで、マイクを私ハクが担当いたします。それでは、スタートボタンお願いします。セロバルログ VS カーシムザンギ、これはキャラ差あるけどカーシムザンギ強いぞ。だがセロさんもたまにこのやっているバルログ、そして酔っ払い、いやさすがにやっぱ自分の自キャラがザンギなんで、嫌なことを知ってるんで嫌なことを一生やるだけという。あーと今のは危なかったですね、先端が当たって高めで当てる、いやー待って高く、やっぱ食らってしまう、いやークータイク早出し、ここで煽りが入る、開幕大系大系来るか、おっテラ出した、早らしい、さっきと一緒、長い打ち、これ危ないか、お吸えなかった、ちょっと早かったか、しゃがみダイパン、ルータイク、いやこうなってしまったら、おっとあんのか、いや爪が欲しい、爪ゲット、あーっと早出しのクータイク、セロ様顔が怒っています。そして続きまして、ヒロポンさん、ラウンド1ファイト、ラウンド1ファイト、ミッチーさん、ヒロポンさん、これはあの偽名とかではなく、あ、ミッチーさんが先週からヒロポンさんになったんですね。
私は先週いなかったんで。もうむもうむ、なんだ、なんか連携っぽく見えたけど失敗だ絶対。これはそうですね、ザベガが丁寧に立ち回らなきゃいけないカードですね。怖い、ダメージで捕まっちゃうともうほぼ死ぬようなもんですからね。ただガー体力は危ない、離陸が早い。あ、これはガードしてるが、あっと FAB を狙ったようですね。意外と分かんないかもしれないですね。ポポンさんは結構人間性能が高いので、あ、クタク危ない、この場合怖い。ベガ側も結構ゲージを貯めたいところですね。そうすると一回逃げるチャンスが、こうなってしまうとまだ余裕があるが、ダイヤシー、あ、こうなってる、本番ダイヤシー、あー、もう無理だ、あー、画面端のきつさよ。ここで爆笑して入ってきた、先週は勝ちましたか、ドカタさん。ということで初勝利頑張ってください、ドカタさん。細道で初勝利を狙う、あ、本当ですか、この間も惜しかったということで。だが相手はこのかなり強いザンギー、川島ザンギー、ドカタさん、あ、いい鋭い足だけ、あ、ちょっとちょけてますね、あ、危ない、あ、あかん、座れるが、まあまだ、あーって竜巻我慢できなかった、ふう、怖い、まだ大事にいきたいところ、うん、ミドルが怖いが、あー、今安かったか、懸命にいって、あーっと前ジャンプ大 P は長いんですね。まだだが、あ、ミドル上が出ないか、おっと下がったところに波動が引っかかる、あ、座れる、これは隠りましたね。ダイヤシー押すかしたが大丈夫だった、あー怖い、あー、もうピーダリが置いてあった、いや、バニー、おっ、かかん、偉い偉いっす今の。だがドットが虫の息、勝利が出る、なんだ、危ないが、カシムさんも安全にいった、あと20カウント大事に使って、あー、ミドルが置いてやった。続きまして、ウサジさん、ウサジさん S 剣ですかね、 S キャミン、これは四季の細道はなかなか見られない S キャミン、そして 2P カラー、紫の帽子ですね。 S キャミンさん、S キャミンザギーってこうなんか甘えの風味がなくて意外といいかもしれないですね。あとはあの大 P で抜けたり、いや一緒のはずです。まあでもザンギ戦は S キャミンは全然いいんじゃないですかね。だがカーシムザンギがうまい、あー多少系大きすぎた、あるのか、あるのか、だがキャミンは攻め手が逆にない、フリーがもうない、あー今のキャノンは良かったですね、ガードしていました。気をしていく、アローセンター当て、立ち中継強いですね、立ち中継、しゃがみ中継、距離が遠いので置き攻めがいけない、しゃがみ大パン、これはいいですね、相打ち、もう虫の息、こうなってしまうと立ち中継、安直にアローにはいかなかった。しゃがみ大パン、あくまでキャノンは出さないみたいですね、しゃがみ大パン強いですからね。
とバックジャンプシュート、アローが刺さって内野手は隠れなかった。だが残技的にはまだここからあるのかのか。だがキャノンが出さない、下がりダブラリしましたね。あ、意外とこれありますね、あるのか。あーっと投げてる、減らない。あー、タッチ神経が痛い。アロー、ここでアロー勝ったのは伊勢さん。そして続きまして、義王先生、これ義王先生未払い疑惑が出ております。ちゃんと払いましたね。あー、その陰に大体ある。ここで義王先生は S 剣、 S 剣、 S キャミスーパーでやれ。義王さんはこれはスピーカラっぽいね。このエスキャミにしかないこのスピンナックルは見れるのか。出た、では姿、あー、アロー死ぬ。エスキャミのスピンナックルは X と違って大中小全部抜けるのでちょっと違いますね。あとはまあ多少ちょっと大パンでめくれたりとか、まあ、めくりに関しては S 剣にはあんまりいないんですけど、中足アロー、おっと、押すか。あーっと、歩けたっすね、今のは。やっぱり受け身がないので投げが痛いですね。さあ、勝利出る。伊王さんが波動を踏ませて、ダメ足。中足が速い。押し返されていく、どんどん。気がついたら自分がダメ足。素晴らしい、おいしい。これでエスケンもちょっと、もうしゃがみこぱ、昇竜が出る、スピンナックル、あーっと、これは死んだ。さあ、ここでハク君が行くんで、マイク、川下に変わります。さあ、ハク君は竜ですね。さあ、ワーピがイサジさんのエスキャミ対スーピがハク君の竜ですね。さあ、竜キャミは、スーキャミだとワンチャンあるのかな、風鈴があるんでね。まあ、エスキャミだときついことしかないですね。さあ、もうあれで触りに行って、もうそれしかないですね。あと歩いて投げ、歩いて勝利の100だけですかね。飛びは通さない。さあ1本目白龍、さあその名も白い龍ですね、白龍ですね。さあ当て技力はあと3割弱。さあエスキャミ歩いて投げるが減らない、あこれ減った、意味はない。さあ怪しい、さあスパイラルアロー刺さらずに波動を嫌う、投げるがここは波動拳、さすがのイサジさんのエスキャミでも竜相手だと厳しいですね。さあ次は破天荒さんの竜、さあ破天荒さん対ハック君、なんか波動は白龍、竜あれね、強い竜使いになると結構竜対戦で昇竜で抜けて次波動を相手側が打てないよっていう一瞬でつけるので、昇竜抜けは結構有効な場面があります。さあ投げる、さあ攻めているのは破天荒竜。さあ画面端1点より垂直ジャンプ、さあしかしここはあっと分からないぞまだ。さあ真空を持っているのは白龍、飛び
さあここはゴーチャったところ、競り勝ったのは破天荒竜。またしても開幕強気の波動拳。さあアッパー飛び、アッパーガード投げ、さあ画面端ライアシで暴れて、ここは画面端、さあどうしのぐ。さあ押しているのはハック君。さあここ飛び、さあいいところで飛びが冴えている。さあここは我慢、さあここで飛び、飛ぶ瞬間が本当に読みづらいですね。さあ破天荒竜、さあハック君を下しました。さあ続いてまた竜ですね。さあ次はエクスパー竜。さあいい勝負の予感がします。さあ飛びが通って、しかしファイヤーハローじゃなかった。さあ勝負抜けて投げ、さあシンク削りで使う。さあ竜巻よけはちょっと早かったか。さあシンクのプレッシャーがあるんで、さあエクスパーはいまして、あーここは早出しジャンプ台行け。さあミスを誘う、ここもエクスパリュー、タイム飛んでいく。しかしガードしたのエクスパー。さあ竜巻、エクスパリュー独特の竜巻。さあまたしてもゲージを貯めようかという動きですが、合わせようとしたが今はミス、勝利点めぐり竜巻から投げに行った。ここはシンク、後からシンク、なんと破天荒竜ドンピシャでシンク合わせましたね。相打ち、やはりいい勝負。さあ波動拳で色がお互いに入れ替わる。マイヤードで燃えて、さあ真空溜まったのは破天荒竜。さあアッパー、だからできればねあそこは引きつけて昇竜拳だと一方勝ちなんでね、間に合わないと判断してアッパーで。さあ真空ガードして、さあここは竜巻避けて、さあ前を詰めてくるエクスパー竜。勝利を受けたが画面弾きせい。さあ破天荒竜まだゲージがない。さあここはどうしのぐ、歩いて歩いて大足逆に食らう。さあ勝ったのはエクスパリュー。さあ次ビーヨンさん、あ違うよ、ごめんなさい、スロコチさんでした。失礼いたしました。ラウンド1ファイト。ビーヨンさん今日いないのか。ネームプレートを見間違えました。失礼しました、セロテープザンギン。さあおなじみの緑色。さあエクスパリューザンギ戦は結構、やってるんで球の打ち方とか、ね、だいぶ良くなってきてるんですが、ごちゃった時がねちょっとまだ弱いかなって感じしますね。さあ画面端、エクスパリューはしかし暴れるよ。さあここミスったがあとごまかしている。さあ画面端、しゃがみ中間が漏れてましたね。ラブラリのミスだと思いますけど、ここは力なく KO。 一本目エクスパリュー。さあセロテープザンギはこれを見つけていくか。さあ竜巻、さあ高めの大パンはスクリュー確定でしたよね。さあここは難しいところだからダブラリーが負けてしまう。さあ高めに、さあファイルでお返ししたが、さあダブラリー出ない。しかしここからがここ
ここからがと言おうとしたんですがありませんでした。ここからはさあ、エクスパリュー2連勝。次がヒロポンさん。相変わらずはい、いい質問で。かバイソンか、バイソンでしたね。さあエクスパリューの不思議な動きにどう対応していく。やっぱガード、さあ単パイ打ちで美味しいのはバイソンだが、画面端が使う。画面端はスタコンがないときつい。さあこっちなんで、さあ裏表どっちと。ああ、竜巻。さあ今のは出れば確定したんじゃないか。さあ危ないところでやり合いを仕掛けていくエクスパリュー。竜巻で逆に回って、大パン首が取って、ここはしゃがみ大パン。いつでもいいから追いかけたかった。投げたのエクスパ。シンク、なんとか抜け出したい。投げ、さあ台足、あーっと飛んでしまったが、ここはラッキーでしたね。エクスパが勝利を出してれば死んでました。ちょっと高かったんでね、タイミングがずれたのか。しゃがみダイボ、ちょっと遅かったが、まあまあいいでしょう。さあ飛びに対して波動拳、竜巻めくり。ああ、ほんと見づらい、あの技。ああ、やめてくれやめてくれさあ我慢して、さあここはガード。さあ掴み返したのはヒロポンさんが画面足に。さああるよこれ。ああ、しゃがみダイブはしっかり、今のは間に合ってましたね。さあ竜巻、いい加減にしろと。さあエクスパリューは3連勝でストップかな。さあ続きまして、あ2連勝か、失礼しました。エクスパリュー2連勝。さあ土方さん、先ほど遅く遅れてきましたが、さあヒロポンさん対土方龍。さあ土方さん龍結構練習してるんで、だいぶスキルが上がってきております。さあめくり竜巻、さあめくり竜巻、高めで技とあっています。シンク、さあ初勝利なるか、これはあるのか。さあまだ安心はできない。相手は何しろバイソンですから、あっという間に持ってかれますこれ。さあ投げたのは土方さん。さあヘッド当たって、置き攻めは、さあここはガード。さあジャンプでいけ。さあ私もめくり竜巻で稼ごうと安易な考えが明確にします。あっと、あの打ちにはいけない男。あっと、しかし真空は分かったよこれ。あ、投げた。おお、なんと土方流初勝利です。おめでとうございます。さあデートなしきに通い出してから、さあ初勝利でした。あ、次俺か。いやー、めでたいです。いやー、これもう土方記念日ありますねこれ。9月27日終えました。第137回はもう土方記念日ですねこれは。このまま全立てあるのか。いやー、めでたい。このまま頑張ってほしいですね。おっと、ロケッティア。昇竜、上が出るんです。なんかいろいろやってくる。おーっと、これは先に出していたんで、なんか安かった。おーっと、こうなると、土方さんが一本取った。あるのか。波動、波動。
おう、いやあ、どうだ、画面端は厳しいぞ、上が出る、さすがドカタさん、竜巻で引っ掛けて中パンチ足、繋がってないが、まあ OK、 真空が、おっと真空、あっ、飛びでタイミングがずれたか、あ、違う、安定のタイミングがずれましたね、いやー、これはあんのか、お互いじり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 打たないが、の近い、あ、ワンチャン投げられてましたね、あ、飛んだ、今、あーと、あー、カーシムさんもちょっとあれですね、ガタガタしてましたね、ここで初勝利にして2連勝、これ大山の資格、業部長、おっと、ここで土方さんが勝ったらトップと並ぶそうですよ、あるのか、上が出るんです、しかも大勝利、飛んで、美味しい、飛んでる、このチャリュー、あー、なんだ今のは、なんだ今のは、なんだ、おっと引っかかって、露骨に中ロスいったが勝利出していた、お互い真空が、いや、溜まってないか、怪しい、引っ掛けて投げる、高め、あーっとこれは、あーっと、なんで真空かは分かんないが倒した、ドカタさんこれでトップタイ、記念日にしてこれ優勝あるぞ、ここで、ここで深谷から来ましたイサジーさんのキャミー、今度は S キャミーじゃなくてキャミーなんで、やらせはせんぞと、開幕ジャカロン、中足遅らせジャカロン、小足刻んで四隅、野方さん強気に波動ってく、おっと出段、昇竜出る、竜巻引っ掛けたがーっとスカって中足がいやらしいがファイヤー、これはガード、竜巻、お、中腰立ってる、勝利が、あー、引っかかって高い、今のは高かったが、開幕終盤勝利出る、高いぞ、なんかあえてですね、これあえて歩いてくる、あと大骨がアロー刺さって、中足中足飛んでる、そしてやりたくないキャミーキャミー、さあイサジーさんのキャミーが、ドカタさんを止めましたね、さあこれでドカタさん3勝、俺のザンギーが3勝、かわしたね、さあ入ってくるのはハックくん、キャミー対決、さあイーサージさんが 1P、2P がハックくん、さあ投げ投げで、さあお互い5分、さあ攻めているのはイーサージキャミーだが、さあここはフーリガン、画面お互いに助かって、さあ画面端はお互いよくわからない、さあ投げたのはハックくん、さあ最後削り切った、さああと1本目ハックキャミー、完全にボブな気がしますね、これ投げと昇竜とフーリガンと投げて、投げてんのはハックンでしたねさあフーリガン通さない、さあ投げたのはなんとハック、はい、投げ返したや、めくりちょっと早かった、さあごちゃった試合制したのはなんとハックキャミー、さあ次は破天荒さんの、さあ2キャラ目リュウ、
のコスプレイヤーは破天荒3体エクスパー。さあ昇竜、さあ投げて、さあちょっと早かった。さあ波動は飛んでいるが、ライアンに確定。さあなかなか波動拳を飛ぶ勇気がいる攻防ですが、キャミーのジャンプがねふんわりしてるんで、ほとんど球を見てから飛べることはないんですね。さあこれ破天荒竜、昇竜拳、はい、早くバックジャンプだいけ。いきなり画面端、さあ画面端はキャミーいけますよ。ああここは裏のタクニックで決めたりします。さあすぐに画面端、さあそれだけキャミーの歩きのプレッシャーが強いということですね。まあ、こうなるとフーリガンも昇竜も投げもある。さあ絞りきれない。さあハッキャミ、さあ取り返して、さあお互いに破天荒さんとハッキャミ1対1ですね。さあ波動拳、さあ切り返した昇竜拳、さあめくりではない表、しかしハッキャミしっかりガードしている。さあ弾よけもだいぶうまい。さあ5番投げ、さあ使って、さあ上から投げたのは破天荒竜。さあ真空溜まって、さあこれでわからない。さあ投げる、しかしここは受け身がある。真空確定し確定かどうかちょっと微妙な距離でしたが、さあ歩き中足強い技だ。さあなんとか勝ちましたね、ハックンね。さあ最後2周目、最後のプレイヤーエクスパ竜。さあ竜竜ときついキャラ2回続けてはちょっと持たないかもしれない。さあさらにエクスパ竜にはあの群馬の竜巻とかね、結構読みづらい行動があるんで、かといって神は待って勝てるキャラじゃないんでね、やりに行かないと勝てません。さあここは裏回り竜巻、画面端きつい。さあ飛んでいく、大足。さあ真空があるが、あここは一発合わせれば出ない。さあ勝ったな、エクスパリューが1個目。さあ竜巻はジャン、しゃがみ中パン強行しましたね。さあいい判断。さあ中パン、さあ中パン、さあちょびちょび削って、さああっという間にハッキャミ取り返します。さあ開幕飛んで中盤昇竜、さあ昇竜、さあアッパー、これはしゃがんで待っているが今半角でしたね。さあめくり竜巻はやり過ごして、さあめくりは歩いてくぐって投げですね。さあうまい。さあここは判断難しい。さあしゃがみ大一般でしたね最後ね。さあハッキャミーがこれで3勝しましたね。さあ最後ハッキャミーを倒すまで、さあプレイヤーが入っていきます。あ、じゃあ次勝ったら4勝目なんで1位抜けが確定します。さあここで入っていくのはセロテープザンギエ。エクスパーさん今やったよ。あ、今負けた。さあセロテープザンギエ、ザンギキャミー、さあきつい組み合わせで、さあしかしハックンはあまり得意とはしてないのかな。ザンギ戦は嫌な感じかもしれないですね。ザンギ側から言うとキャミーはゲロキツイキャラなんで、中足ガンガン削られて自利品になって死んでいくのが大体ですね。さあ最後歩いて大パン、さあれワンチャンダブラリが合わせられるね。ちょっとリスキーですが、まあ、長いんで、まあ、あとはスパイラルアローの当て方がね良ければお釣りが何もない当て方ができるんで。さあフーリガン、さあこれで大逆転。さあもう一回おかわりに行きましたねフーリガン。あーここはセロさんがミスったのかな。おーい、なんと
アトミックスープレックス、はい、さあフラパーやったところにちょうどタク君が歩いてきてくれる。さあフーリガン、さあ中間から、これは何もお釣りがないですね。キャノンスパイクガードして、あとはさあこれもお釣りない。あーこれが使ったあるよこれ、あっとガードしている。さあこれでハッキャミ4勝なんで1位抜け確定です、おめでとうございます。さあ2位が、3勝で3人いるんで、ラウンド1ファイト、あ2人か、川橋の俺か、俺と、路肩さんの竜が、2位決定戦をさあやります。いや、なんとか1位で抜けて、マイク変わりました、ハクです。ここでドカタさんがまさかの初3勝で準決勝でカーシムさんと一先、カーシムさんと一先で勝った方と私がやります。まあ、別になんだろうな、残機キャミー違いだな、それはかぐってしまう。あと8OK 酔ってる。あーさすがに緊張した。高田さんこれあんのか。だが川島さんが強いぞ。昇竜溜めてんのか、これ避けてんのか、吸わない、ミドル。いやゼロドット走った、苦手なやつ。これお互いリーチ、ザンギとはやりたくないな。おっと慎重に大石ガード、あーもったいない、あーコンボしっかり投げる、早かった。これで意外とダイヤシがスカル怖い。ダイヤシいいぞ、立ち上げ、しかしハドフ当てる、うっ、やーっとなんかわかんないけど当たってる。ラリーが出なかったっぽいですね、今のはダブラリーが出なかった。まさかのボカタさん決勝進出、まあ決勝で終わりですけどね。キーラリが出なくて、キーラリでなんとかしのごうとしましたけど、ダメでした。ちょっと出づらかったですね。さあ、さあエクパーさんがお先に帰りました。お疲れ様です。さあ、決勝。さあ、ハッキャミ対ドカタリュウ。さあ、ドカタさん。終わった。終わった。お、その秒数は8キューブはハクでした。さあハクキャミー、さあ投げる、さあフーリガン、ジャックフーリガン、あれ返すの、あーフーリガン、さあ大勝利、あー三段、さあドカタさん初勝利に続き、さあ決勝まで上り詰めたが、さすがに壁は高いのか。さあしかし相手はキャミーなんでね、リュウ頑張れば全然いけるから。開幕と割れている。さあどっち、さあこれは送れない、投げ、タイパン寄る、なすべなく死んでしまうのが。さあ、フーリガン、あー、ルッキー投げ、あ、バ
ったところにちょうど昇龍が合わせてある。中間中足やあのピオリンだがピオった最大頑張った昇龍拳バラしていく。さあなんとか取って1-1、はい、さあキャノンスパイクバックジャンプ台形食らってさあこれいい勝負。さあちゃんとプレッシャーを感じながらもしっかりガードしている。さあめくり立つ巻きだちょっと高めのジャンプ中継からしかしそれを食らってバックジャンプしていたハクキャミ。さあ2勝しましたね。なんとか一矢報いたい。さあ初めての決勝進出。さあちゃんと勝利を引っ込んでありますね。さあちょっとアンテムかどうか怪しいタイミングですが、さあ逆に止まれて、ここは昇龍拳相打ちだがしっかり出した。開幕は飛んでいく。ここは待っていた。さあこれは美味しい。さあ土方龍取り返せるのか。さあここまで来ればさあ中ボスから、さあフーリアンがやばい。コパコパ投げなんとか割れて止まれていた。投げは受け身取っている。さあシンクおお、ここはタイミングがずれた。ハッカミフーリガンをミスってそこに大パンくれましたね。さあドカタリュウ1本取り返しました。さあ1対2。さあドカタリュウ対ハッカミ。さあ開幕は歩いていく。あ勝利出ない。波動拳さあ高いぞ投げ昇龍しっかり根元で。さあめくり竜巻見えないが、さあガード。さあこの距離でダメージを食らわないと龍のターンになります。さあ波動拳ここシンク。さあ真空だとね、タイミングがね結構合わせづらいんで、リバサで抜けるのがかなり難しいですね。手間だけ入れといてボタンをこう何個か押す感じだとかですね、すると出ると思いますけど。あーここはなんと野方龍暴れて盛り返しました。2対2。さあなんと初めての決勝進出した野方龍が 2-2 のさあ決勝戦最終試合、さあ勝った方が優勝ですよ。あるのか、初勝利にして初優勝あるのか。昇龍さあ切り返して、さあしっかり勝利が出る。さあ投げ受け身。フーリガンはね受け身が取れないっていうのがね強いですね。さあここは波動拳打ってはいけないところで打ってしまう。さあハッキャミ逃しませんでしたね。はい、最後に飛んでいく。さあさっき見たぞこれ、デジャブル死んでしまう。さあ3対2でハクキャミ勝利でした。おめでとうございます。さあなんとかさあ初勝利の初優勝はね阻止しましたね。あぶねー、ここで調子乗らしちゃダメですからね。やばいですね。いやーちょっと初勝利嬉しかったんですけど ね、 ねやっぱり決勝はやっぱ譲れないですね。危なかったです。いやでもね2本取り返したんでね。土方さんね、そうですね、上がすごい出るんであんまり適当に飛ぶとあんま良くないですね。適当だったんかい。結構、適当に飛ぶのキャミー大事なんで。ああなるほど。まあ見てからだと間に合わないですからね。そうですね、見てからはちょっとしたモーションで飛んでもダメなんで。いや、ありがとうございました。はい、おめでとうございます。137回勝利したのはハクキャミー。
さあ2位にはなんとドカタ龍が2位に入りました。あとは、の試合やっております。まあ、配信続く限り見ていただけるとありがたいです。さあ今やるのは、あ、もう終わりますか。はい、はい、了解です。じゃあ配信終わりそうなので、じゃあまた来週まで、まあ、ありがとうございます。カーシュでした。どうも。